皆さんどうも、電撃オンラインで仁王の攻略担当していますライターの周です。今回は覚醒編、メインミッション3つ目のマムシの神域、こちら攻略していこうと思いますと。とりあえず1回拝んでから、ちょっとね、花粉症なんで聞こえづらいところもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。一応ロケハンというか一度一通りクリアはしてるんですが、装備とレベルは推奨レベル15と、武器のレベルも大体15前後、ここで手に入る15前後の武器を装備して、皆さんと同じような条件でやっていこうと思います。で、開幕いきなりここの家の上が常闇になってるんですが、これ無視して裏から行くこともできるんですが、よいしょ、今回はあえて正面から行こうと思います。よいしょ。理由としてはですね、裏から行ってもいいんですが、裏から行くとちょっと敵の配置的にね、殴りづらい敵が出てくるんで、あいつね、ヘッドショット取れなくてもこれぐらい下げちゃえば上から石投げられることもなくなるんで、これ足元注意してくださいね。これあんまり中入ると、奥にいるガキに見つかって囲まれちゃうんで。2、3、4と。1、2。ここですね。ここの裏にいるやつと、さらに、あそこの裏にも1匹いるので、よいしょ。あと、あんまり突っ込まなければ、もう左にちょっと見切れてる、容器、斧持ってる容器と、バッティングせずに済むので。で、こいつですね。こいつが見つかると、火薬玉投げられちゃうのがちょっとめんどくさいので、3、4と。1、2と。危ない危ない。よし。これですね、あそこのはしごの上、要は裏から回ってくると、ここに降りるんですが、あいつの攻撃してると、ここら辺のガキ全員に見つかるので、ちょっと戦いづらいんですよね。はい、KD、1、2と。今回は刀にしてます。よいしょ。まあ、せっかくなんで、いろんな武器使っていこうかなと思うんで。まあ、斧はですね、さっきの振り上げ、基本的な動作は片手剣っていうか、刀持ってる時の容器と変わらないので。1、2、3、4。危ねえ、後ろ来てる。上にいるやつが降りてきましたね。さっき石投げてたやつかな。こいつはね、塩基投げちゃえば、この辺まで来た塩基投げちゃえばね、だいたい十分なんで、気力一発で削れると思います。2、3、4。これはね、一回わざとすかして安全で倒しましょう。これさえ倒しちゃえば、おお、ラッキー。いきなり容器の魂のゲット。これさえ倒しちゃえばね、この辺のつづらとかも全部開くので。まあ、これ上もあるんですが、ちょっと道中も見せたいので、道中の方、上の方は後で裏行って取りますね。で、じゃあここの常闇突破できないよって人は、まあ正面から行くことになるんですが、正面というか通常ルート行くことになるんですが、まずこっち行く前に、こっちですね、あそこのね、邪魔なやつ先に倒しておきましょう。これ下から弓で撃たれるので。で、ここの櫓登って、先にね、ここにいる槍持ったやつ、後ろからヘッドショットしとくと、あとは楽です。で、先に進んで、斧を持った、むしゃっと、ほいほいと。いや、やっぱ刀は昔からこの速習っていう、この気力削りの技がすごい便利でいいですね。これはもう安全に行きましょう。よいしょ。ちなみに、よいしょ、ここ入ってすぐここに児玉ちゃんが1匹います。それで、この先の曲がり角なんですが、そこに忍者が1匹いて、この奥にいるやつもいるんですけど、この忍者ヘッドショットすると、よいしょ。あいつが見てないとこだったら気づかれないのでね、こうやって倒しておきます。枚数有利を作らせないようにしましょう。よいしょ。
よいしょ、はいはいはいと終わったかな、はい、でこっちは寄り道ですね。あそこに味方の使いがあるのと雑魚が2匹いるだけですね。でこういうね井戸のところの岩もちゃんと落としておきましょう。だいたい五神水か霊石があるので、でこっちから来ると裏ですね。裏から来るとき気をつけなきゃいけないのが、ここのアイテムを取ろうとすると実はこの上にガキがいて上から降ってくるんですけど、それがかなり危険なので気をつけましょう。どれぐらい危険かというと、常闇の中なのでだいたい一撃で死ぬぐらいですね。あの軽装でいるとだいたい一撃で死ぬ、だから気をつけましょう、はい、1,2,3,4、はいはいはい、でここはつづらが2個あるんでいて、おラッキー、ムジナだ。何かな、首をかしげる、はい、ラッキー。ムジナちゃんこれ喜ばせると、まあ喜ばしたことしかないんですけど、結構な確率で玉城落としてくれるって言おうとしたんですけど全然落としてくれなかったな。で、まあ、この辺もしっかり回収しつつ、はい、まあ、これで大体この辺の探索は終了です。でこの先もとりあえずここのまず井戸切ってから、はい、ソハヤ州と、これね後ろ向いてるんでゆっくり近づいて忍者スキル取ってたらすっぱ抜きっていう後ろからね、あの組打ちができるんですけど、ない時はほいほいと思いっきり強い攻撃、上段の強い攻撃とかで決めていきましょう、はい、でここが2個目の常闇なんですが、この常闇を無視していくとこの先に小玉ちゃんが1匹いますね、はい、でここの常闇の主は、こっち側の奥にいますね。でここにまずガキがいるんでこれを処理すること、はいはい、ここのガキはなんか高確率で最初に飛び込みであの爪でザンザンって2回切ってくるんで、あれにはだいたいやられることが多いんで安全に、よいしょ、危ねえ、安全に今弓矢で倒しました、はい、ここの下道兵がやっぱ常闇の中の無視なのか結構で強いんですよね。ただまあ、あの腕のアムリタ切っちゃえば結構なね気力削りになるんで、下道兵は気をつけなきゃいけないのはこの槍ですね。槍痛い、これこれ言ってるそばからして、はい、あとこの爆発槍投げもあるので、これやっぱ当たんないかな、当たんないな、これ結構慎重にいきます、はい、1,2,3,4、はい、1,2と、はい、記録さえ削っちゃえばそんなに怖くはないので、あ、中戻っちゃった、はい、お、ゲドウ兵あんまりね無理して攻撃しに行かないな、こいつつかみがあるのと、あとあのさっきのその大技にするときに地面に爆破するやつがあるので、あれがね結構ダメージが常闇の中だと痛いので慎重に戦ってます。でここにあとガキが1匹いるので、よいしょ、はいはいはい、アイテムもしっかり回収してからと、ハムシャか、あとは道なりで、あとここの曲がり角にもう一匹芸道兵がいます。これ狭いとこのこいつがなかなかやらしいんですよ、1,2,3、はい、ダンダンと、常闇の中じゃなければこれぐらい簡単に倒せるんですけどね、あとは道なりに進んでもらって、まあ、ここで一旦休憩ですね、まあ、推奨レベルが15って書いてあったんで、まあ、レベルも上げちゃっていいかなとは思うんですけど、はい、もう何せ多分ね10レベルも上げられちゃうので、これもさすがにこの中で上げちゃうと推奨レベル超えちゃうので、まあ 2,3 レベルちょっと上げ、2レベルぐらい上げときますかね。ね、何上げようかな、ユーと5、シンとタイとかにしとこうか、はい、
で進行ルートは左ですね。右がショートカットの方です。でまた下道兵がいるのの手前にここにまず空いてると。で毒消し、まあ、ちょいちょい毒消し出てるんで、まあ、勘のいい人はもうこの辺でちょっと毒消しも装備しておかないとってところですね。ああ、ロケットパンチ走って上段上段上段と、はい、ああ当たんなかった。よいしょ。はい、でこっちのこのねでっかい鳥居なんですけど、この上はアイテム回収があるだけですね。気になる方はえい、こうして、はい、こうして、よいしょ、こうするだけですね。で、あとこの真下にも一応あるので、気になる方はこっちの方からもどうぞ。で、ルート的にはこっちですね。はい、さっきの芸道兵がいたところの先で、あそこの濡れ女と。濡れ女はね、やっぱちょっと厄介なんですよね。えい、おっと、1、2、3、4、これね、後ろにも判定あるんでね、気をつけましょう。これ3、はい、1、2、はい、1、あ、気力が足りない、全然。1、2、3、4と、はい、途中でダッシュ挟んだからダメだったな、全然。で、まあ、ここの濡れ女を倒してアイテム回収して、進行ルート的にはこっち、入ってきた濡れ女がいるのこのまま壁沿いに右側なんですけど、その前にこの濡れ女がいた右奥のところに1匹濡れ壁がいます。でこの辺は仕方なずかがないので、もう、うん、お、一発成功。まあちょっといいアイテムをもらいつつ、はい、アイテム回収しつつですね。ここはね、確か青色のレアリティの武器が確定でもらえるはずですね。奥にいるソハヤ州と、はい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 、小さいつづら箱が入ってもらえ、はいはい、ありますと。じゃあまあ、あっち行かずにこっちの塗り壁ルートから行きましょう。塗り壁ルートから行くと別に対して敵がスルーできるわけでもないんですけどね、ちょっとアイテムが回収できるだけなので、はい、でもこっちから来ます。さっきのルート、あっちですね、あっちの方から来ますね。ここに繋がります。で、この辺かな、上にないよな、ここな、この辺のね、ここに1匹小玉ちゃんがいます。忘れないようにここ見落とさないんですね。この塩基とかのいるところの手前に1匹ですね。あそこの塩基とガキとあそこに芸道兵が1匹いるんで、ここはもうゆっくり釣りましょう。えい、はい、あ、まあ、当たんなかった、はい、えい、下道兵もね、あ、腕に背当てちゃえば、えい、えい、えい、いやもうこのぐらいでいいですよ、もう弓なんか余るんで。延期の方がね、大事ですからね。はい、1、2、3、あ、攻撃してこない、1、2、3と、えい、あー、角折れた、よいしょ、はいと、ザンザンと、OK、いや、刀の上段の残月はいいですね。で、この辺からかな、あ、こっちだ、温泉ありますね、こっちに。これも入ってきましょう。よいしょ、あー、寂しいんだ、数少ない寂しい。で、温泉入って、まあ、進行ルートこっちですね。まあ、これでようやく下の方に行けるという形なんですが、まあ、ここ思いっきりこのまま降りちゃってもいいです。まあ、ここのガキに向かって落下攻撃してもいいですしね。
進行ルートの方行きましょうか。当たんね。動いてるとやっぱヘッドショットしにくいな。あ、つかみだ。つかみ外したら追い打ちが確定と。で、なんで今回普通に行ったかっていうと、こっちの階段上がる方ですね。階段下がる方じゃなくて上がる方がショートカットルートが開通するので、こっちの方開けに行きましょう。ここ奥に2匹います。奥に弓兵がいるんで、あれ一発先に殺してから1、2、3、よいしょ、はい。で、奥にソハヤシュート、こんにちは、はい、乗ってきてくんなかった、相手、2、3、4、あの呪術使ってくれるから結構隙ができるんですよね。で、ソハヤシュ倒した先を右に行くと、ここの洞窟内に入ったところのショートカットにつながりますね。はい、あそこ、まあ、これでショートカットは開通と。お、ちょうど妖怪化もたまったな、まあ、じゃあ戻って下降りましょう。はい、こっちですね。順当に行くとこのルートになると思います。で、あそこのモヤは濡れ女ですね、はいはいはい、パーン、1、2、3、はい、1、2、3、4、はい、1、2、3、4、はい、1、2、3、はい、はい、いやー硬い硬い。お、濡れ女じゃん。玉城ゲットで、ここの先はすねこすりですね、はい、で、濡れ女倒したら、まあ、あっちの沼がある方にひたすら行くんですが、ちょっとここの真ん中のこの橋沿いなのかな、わかんないけど道沿いに行きましょう。まあ安全にこの辺の敵も釣りつつって感じですね。はい、お、食っちゃったか。まあ HP 半分だからいいか。1、2、3、1、2、3、4、おお、こっち向いてない。2、3、まあちょうどここの裏の須玉ちゃんもいるので、まあこの辺はね、アイテム落としていろんなものもらっといてください。で、あそこのグッド下道兵がちょっと邪魔なので、はい、でこの毒沼を渡ることになります。なのでしっかり毒消しはね、用意しておきましょう。これ頑張ってもね、当たるかかると思いますこれ、はい、あとだ、見つかっちゃった、見つかっちゃった。一回すかしてから、はい、でここの大事なのが、ここの蛇像ですね。この目の前の蛇像、この蛇像を破壊していかないとボス戦でもだいぶ苦労させられることになるので、いてーよー、見て、1、2、3、1、2、はい、よいしょ、このヘビー像ちゃんと壊しておきましょう。やんしと、はい、1、2、3、4、はい、よいしょ。これを破壊することでこの辺の毒沼がこうやって引いていきます。で、これが後々役に立つので、はい、で、毒沼を減らしたら、ヘビー像壊したらこっち側入りましょう。で、ガキいるので、大ガキなのかな、ガキでいいのかな、あれはガキ大とかかな。に近づくと3回目やってきますね。基本2回なんですけど、近いと3回目やってきます。はい、1、2、3、4、
1、2、3、4、あ、そうだ、忘れてたわ。ここの橋の下にこのガキが2匹いたところに、ここに小玉ちゃんも1匹いますね。忘れてましたね。で、これ先がガキ倒したら右じゃなくて左が進行方向ですね、行きたい方で出てくるのが容器、はいはい、1、2、3、ここ狭いので、はい、あ、いて、こうやってなるので、これ、ね、出ちゃうのもありです。こうやって広いところで戦いましょう、ね、せっかくなんでね。これ延期とかも当たりづらくなるので、1、2、3、4、はい、1、2、3、4、はい、はい、こいこい、蹴り、蹴りか、あの爪攻撃のあったら大体派生があるんでね、はい、はい、叩きつけ、これ切り上げか蹴り、はい、2、3、叩きつけ、2、3、4、はい、1、2、3、4と、はい、まあ、これで、まあ、容器倒したらこの先の右のこれ蛇像ですね、2個目、この攻略のポイントは何といってもこの蛇像を壊さないとね、はい、よし、これでまた毒沼が減ります。で、奥にはガキが2匹だけ、アイテムの回収で、容器がいた方とは反対側に行くと、こんにちは濡れ女さんと、ちょっとあとあそこにすねこすりがいるぐらいですね。気づかれないよね、気づかれない、気づかれない。確かこっちはね、こだまちゃんがいなかったと思うので、まあ濡れ女の玉城が欲しいとか、アイテム全部回収したいっていう人はあっちの方どうぞって感じですね。今回ちょっと省きます。で、まあ、壁沿いに来てもらって、はい、こっちの先ですね行くのは。でそこに濡れ女もいるので、あんまりね走ったりとかしないように気をつけましょう。で、ここまっすぐ行くと、この真上にいる濡れ女に掴み攻撃みたいのを食らうので、壁端、右壁端に行って、まず小玉を回収してから、はい、これですね、小玉を回収してから、よいしょ、この辺かな、はい、この時はね確実に組み打ちできます。で、起き上がりに尻尾ブンブンするので気をつけましょうね、これ、はい、濡れ女さんは、はい、これで大丈夫かな。あとはくつづら開けてと、はい、こんなもんですね。あとは奥にあるあれを回収するだけなので。で、濡れ女と、この濡れ女とあそこにいる名前なんだっけ、泥多忙じゃないわ、泥多忙は前のなんかあれだな、いて、毒ぬめりだ、毒ぬめり、毒ぬめりの奥に小玉が一匹いますね。そうそうかな、ほい、1、2、3、4、はい、1、2、3、はい、はい、はい、で、毒ぬめりと、気づかないかな、えいや、よし、もうちょっとこっち出てきて、ちょっと狭い、いて、まあ、妖怪武器持ってたら普通にね切っちゃっていいんですよね。一応倒し方としては近接攻撃をね回避すると弱点をさらけ出してくれるんで、こういう風にえい、こうやってやると大体一撃で気力削れます。妖怪武器持ってたらね属性が強いん で、ここに1匹ですね、属性が強いのであれぐらいの泥多忙系というか削り切れますね簡単に。で、こっちの鳥居をくぐってあそこに入るとボス戦なので、その前にそれを無視して、よいしょよいしょ、無視してこっちの鳥居ですね、ここの常闇の先、あっち行きましょう。まあ、もちろんこれ常闇の向こう
正面からはいかないので、よいしょ、こっちのもやに一本だったら、ここに来て一本だったら、だったらがいるよ。一回、左右にと、はい、よいしょ、1、2、3、4、はい、1、2、3、4、はい、1、2、3、4で、そろそろかな、はい、ちょっと狭いので今あんまり深追いしないです。溜まってる場所が、ほい、1、2、3、ほい、1回と2、3、4、はい、1、2、3、4と、はい、さっさと倒してからここのはしごを蹴り落とすとちょっとショットかで、ダタラがいる方を抜けていくとここに中立的なタイルで塗り壁ってあるので、こんにちは、今度赤一発かな、お一発だよ、はい、でこっちと寄り道じゃなくてこの床闇に来たのもな、この中によいしょ、おラッキー、この中にあそこにヘビ像があるのでこれを壊しに行きました、はいはい、よいしょ、オッケー、これで一段落かな、毒沼もなくなりましたね。おう、で1回2回と1、2と、これあんまりここで戦うのはねすごくね好ましくないんですよね、後ろに容器もいるし1、2と位置が怖くて、これ濡れ女でも倒さないとそこのガキとか毒ぬめにも戦いづらくて、よいしょ、1、2、3、4、はい、1、2、3、届いてね、届いてね、投げちゃえ、はい、よいしょ、お疲れ様でした、よいしょ、まあ、しっかり倒して毒ぬめりも倒しましょう、はい、いて、いて、ほい、よいしょ、でガキも倒してと、1、2、3、4、回復しとこう、はい、どこまで行くの、どこまで行くの、1、2、3、4、あとはあそこの容器も倒してしっかりつづらも回収していきましょう、1、2、3、4、この時はね後ろにダッシュしちゃうのがいいですね、ものすごいダッシュしながら4連撃してくるので、1、2、3、4、はい、まあ、トコヨもちゃんと晴らしつつ、そうそうかな、よいしょ、1、2、3、4、無理せずと、はい、追撃があったら確定で、1、2、3、はい、1、2、3、4と、はい、これで一通り倒し終わって、ここのつづらがドン、いいですね、でじゃあ拝んでおきましょう、一応ここがボスに一番近いとこになりますね、社としては、はい、お外してから追い打ち、1、2、3、4と、はい、で出て左ですね、まあ大体ここはあのショットがスパーって走っていくとここの毒ぬめりにやられることが多いので気をつけましょうね、よいしょ、でこれら辺をしたらあとはボスなんですが、その前にボスの前にあそこの濡れ女と、このボスの前に濡れ女っていうのがちょっとやらしいですよね、ここはね、よいしょ、1、2、3、4、はい、1、2、3、4、はい、1、2、3、4、
はい、これで一通り探索終了ですかね。はい、こんな感じでマムシの神域の道中完了となりますと。で次はここのボスですね、八つの神となります。そちらの方もご覧ください。以上です。